竹内まりやは日本のシンガーソングライター、作詞家、作曲家、ミュージシャン、音楽プロデューサーである。出生名も竹内まりや。結婚後の本名は山下まりや。島根県氷川郡大社長きつ南出身。生家、実家は出雲大社2の鳥居近くにある1877年創業の老舗旅館竹の屋旅館。 父親は四代目、竹内茂造。夫は、山下達郎。山下との間に、かずがいる。現在所属するレコード会社は、ワーナーミュージックジャパン。現在所属する芸能事務所は、スマイルカンパニー、及び夫と共同経営する個人事務所のテンダベリーハーベスト。父は、老舗旅館。 竹野屋旅館の四代目当主であった四代目、竹内茂蔵である。竹内は二男四女の六人兄弟の三女、第四子として、1955年3月20日に生まれた。1961年、地元の大社町立大社小学校に入学した。1967年、大社町立大子祖中学校へ入学した。 1970年、島根県立大社高等学校へ進学した。高校2年生の9月から、大学受験を控える3年生の8月まで、AFS 交換留学制度を利用して、米国イリノイ州のロックフォールズにある4年生、公立高校、ロックフォールズ高等学校で1年間の留学生活を送ることになった。クラブ活動はコーラス部に入った。 1973年、慶応義塾大学文学部へ進学し、英米文学を専攻した。慶応には、日吉キャンパスを本拠として1962年に結成された同行公認のオールジャンルバンドサークル、リアルマッコースがあり、ジャンルを問わずに音楽とライブ等の演奏を楽しむ、このサークルに、竹内も席を置いた。3年生の杉真理がリーダーを務める。 このバンドサークルで、竹内は鈴木圭一の10枚らと共にバックコーラスを担当している。また、次のソロ活動をバンド形式でサポートするピープルにも参加して、キーボードとバックコーラスを担当した。当時の竹内は、プロの歌手を目指していたわけではなく、将来は音楽雑誌の編集者になりたいと思っていた。1974年9月7日、 次の率いるピープルは第8回ポップコン関東甲信越大会に踊りに行こうという曲で出場している。1978年、竹内はビクターより発売されたロフトセッションズに参加し、ハリウッドカフェと8部音符の歌の2曲を録音する。このハリウッドカフェと8部音符の歌はプロモーションオンリーの7インチシングル版でシングルカットされた。 この時の竹内の名義は竹内マリアであった。竹内は同年11月25日 RCA、RVC よりシングル戻っておいで私の時間アルバムビギニングで音楽会デビューを果たした。この時22歳であった。アイドル不在の時期と重なったため当初はそのリュックスも相まってアイドル歌手のような役割を担った。 1979年8月21日、3枚目のシングル、セプテンバーを発売した。この曲はトップ100圏内に半年近くチャートインし続け、同年12月31日に開催された第21回日本レコード大賞で新人賞を獲得するに至った。セプテンバーでは新宿音楽祭の金賞を受賞し、イタリアのサンレモ音楽祭にも出場した。 1980年には、資生堂の化粧品の CM ソングとなったシングル曲、不思議なピーチパイがヒットした。当初は、安井和美、加藤和彦夫妻や松本隆史などが提供する曲を歌っていた竹内であったが、自らも作詞、作曲を手掛けるようになった。アイドル的活動には大きな不満を持っていた。心ならずもバラエティ番組や、 雑誌の表紙やグラビアなどにも引く手数多のアイドル活動をやらされることになった竹内は歌わせてさえもらえない仕事も数多くこなさざるを得なかった。与えられた仕事を懸命にこなしながらも根本的疑問を抱えていたこの時期の竹内の前にアレンジャーとして現れたのが後に講師に渡ってパートナーとなる山下達郎であった。山下と 大抜き太鼓が率いるシュガーベイブや山下のライブをアマチュア時代から見に行っていた竹内は特に自らのデビューライブの直前に見た山下のライブに大きな衝撃を受けていた竹内のレコーディングにアレンジャーとして起用された山下はその後同じ RVC 所属のシンガーのレコーディングに際して双方がコーラスに起用されるなど関わりを密にしていった アイドル的活動に深く思い悩んで行き詰まった自分に山下は親身になって相談に乗ってくれてそれが結婚に至るきっかけになったと竹内は語る音楽番組夜のヒットスタジオの同年7月28日放送会に出演した竹内は司会者に問われて山下との交際を認めているなお竹内の結婚前の作品は山下達郎をはじめ 加藤和彦、細野晴臣、杉井信孝、大貫太鼓、林哲氏、伊藤銀次、杉真理、安部康弘、浜田金吾といった作家が提供している。1981年、戦術したアイドル歌手として、オファーと自身の希望する活動とのギャップに原因する、ストレスと過酷なスケジュールがたたって、竹内は喉を痛めて入院し、 音楽活動に一旦整理をつける意味から一時休業を宣言した。1982年4月27歳で山下達郎と結婚する。これ以降メディア露出はほとんどなくなったが、同時に作詞家、作曲家として活動を開始し、河合直子に提供した喧嘩をやめてインビテーションなどがヒットした。しかし、同1982年、 山下の担当ディレクター小杉流作りが RVC から独立し、アルファムーンを設立すると、山下も役員兼所属ミュージシャンとして移籍した。1984年にシングル、もう一度、そして全曲を竹内自身が作詞、作曲したアルバム、バラエティをリリースした。このアルバムの構想段階では、以前のように外部作家を起用して制作する予定であったが、 休業中に竹内が書きためたオリジナル曲のクオリティの高さに山下が驚き、結果全曲を自作曲のアルバムとしてリリースすることとなった。同作品は最終的に30万枚以上のヒットを記録した。同年、娘が誕生した。1981年の休養宣言と1982年4月の結婚をターニングポイントとして、 それ以降は家庭を最優先にする生活になったため、ライブ活動からは遠のいた。しかし、アレンジャーとプロデューサーを務める夫のサポートを受けながら、シンガーソングライターとして活動は続けた。作詞、作曲家としては、薬師丸ろ子の元気を出して、岡田幸子のドリーミングがあるから来い、はじめまして、中山美穂の色、ホワイトブレンドなど、 数多くのヒット作を生み出していく。なお、元気を出しては1987年に竹内がセリフカバーしているほか、中国語カバーが香港と台湾あるいは両地域で2005年までに4度発売されている。日本におけるセルフ以外のカバーは早くも初年にピアノソロ曲を出した村松健也2003年にカバーしてヒットさせた。 島谷瞳ばかりでなく多くのカバー曲が生み出されてきた。1980年代半ばに中森明菜のアルバムクリムゾンのためにテーマに沿った楽曲群を提供しアルバムは1986年に発売された。これ以降竹内は OL の何気ない日常に焦点を当てた歌や道ならぬ恋を題材にした曲を数多く世に送り出していった。これらは 高評価を得て、竹内の音楽世界のパブリックイメージの一つとして定着する。なお、竹内は中森のアルバムに提供した5曲中の2曲を1987年発売のアルバムリクエストの中でセルフカバーしており、また、もう1曲のセルフカバーはデニムの初回特典 CD に収録された。リクエストは3年間のロングセールスを記録する。 同1987年11月には、シングル、After Years 駅が発売されているが、駅は、中森明菜の持ち味に合わせて、作詞、作曲された竹内にしては、珍しいマイナーコードの曲であったものが、楽曲に対して、竹内自身、中森、アレンジを担当した、椎名和夫らとは異なる別な解釈が、山下達郎により提案されたことで、当初は、 予定になかったセルフカバーバージョンとしてリリースされ大きな支持を集めることとなり広くこの曲が知られるようになった。1989年9月火曜サスペンス劇場の8代目主題歌であったシングルアゲインが発売されロングヒット曲となった。1990年9月火曜サスペンス劇場の9代目主題歌告白が発売されこれもヒットした。 1992年5月、マンハッタンキスがヒット。同年10月に発売されたアルバム、クワイエット・ライフは発売と同時にミリオンセラーとなった。1994年5月、純愛・ラプソディを発売、竹内・マリア最大のヒット曲となった。同年7月に発売されたベストアルバム、インプレッションズは売上枚数300万を超えるヒットを記録した。 1995年11月発売のシングル曲でケンタッキーフライドチキンのクリスマスキャンペーン用 CM ソングとして使用された今夜はハーティーパーティーでは当時たまたま見ていたフジテレビ系ドラマアスナロ白書に触発され歌詞にキムタクのフレーズを入れたことからスマップ・木村拓也の起用をジャニーズ事務所へ打診したところ開拓を得コーラスと冒頭 感想のセリフに木村が参加している。1997年には人気アイドル広末良子が歌手としてデビューするにあたってシングル曲マジで恋する5秒前を提供し、これもヒットした。まばゆいほどの希望にあふれた少女の心情を爽やかに歌った曲で戦術の大人の道ならぬ恋の歌を生み出す竹内の振り幅の大きさを改めて示す作品になった。 1998年11月、富士テレビ系木曜劇場、眠れる森主題歌、カムフラージュ発売。竹内の作品としては、初のオリコンシングルチャートで、週刊1位を獲得するほどの大ヒットとなった。1990年代の竹内は、縁故のあるミュージシャンのライブにサプライズゲストとして、登場し、洋楽カバーを数曲歌うことはあっても、公式に、 ライブ活動再開ということではなかった。2000年7月、約18年ぶりの本格的なライブを、東京、日本武道館と大阪、大阪城ホールで行い、計2万5000人を動員する。その後もアルバム、ボナッペティ、カバーアルバム、ロンタイムフェイバリッツなどをリリースし、2作品はいずれも、オリコンチャート第1位を獲得した。2004年には、山下のシングル、 忘れないでの作詞を担当など音楽活動を着実に増やし続けていた。2006年になると子育てが一段落したことによりシンプルリリースを精力的に行うようになった。この頃からは歌手として曲を提供されて歌っていた当時のことも思い出して他人の作った曲も積極的に歌っていこうと考えるようになった。2007年には6年ぶりのオリジナルアルバム デニムを発表した。この作品でもオリコンチャート第1位を獲得した。同年8月に発売したシングルチャンスの前髪にはサザンオールスターズの原優子がゲストボーカルとして参加している。続く2008年5月のシングル幸せの物差しではこの曲が主題歌となった TBSK ドラマアラウンド四十注文の多い女たちの主演女優 アマミ希が竹内たっての希望でコーラスに参加しミュージックビデオにも出演した。デビュー30年を迎えるこの年の9月には竹内の曲のみで構成されたジュークボックスミュージカル本気でオンリーユーが松浦綾主演で初演された。また竹内の故郷である島根県を舞台とした NHK 連続テレビ小説弾丸が9月29日から 放送開始されたが、主題歌、縁の糸とナレーションを竹内が担当し、また、ヒロインを務めたマナカナには、劇中歌、命の歌を提供している。同10月1日には、今までの発表曲を集大成した CD3 枚組のベストアルバム、エクスプレッションズが発売された。このベストアルバムの選曲にあたり、公式サイトで楽曲のファン投票を行い、NHK、 ソングス1周年記念特別番組にて発表している。10月23日には東京国際フォーラムで開かれた作編曲家林哲氏の活動35周年記念のコンサートにサプライズゲストとして登場し、林が手掛けたセプテンバー増毛海岸の2曲を生披露した。12月28日大阪フェスティバルホールで開かれた夫。 山下達郎のフェスティバルホール最後の公演に、私もフェスティバルホールに、さよならをさせてほしいとの意向で、アンコールのサプライズゲストとして出演し、人生の扉、セプテンバーを披露したのに加えて、ダブルアンコールでは、山下とのデュエットで、LETITBEME、e e、を披露した。2009年4月17日、山下のコンサートツアー。 東京最終公演にあたる中野サンプラザホールの公演にもアンコールのサプライズゲストとして出演し、セプテンバーを披露した上で、残り2曲のコーラス隊にも参加した。2010年8月14日に、北海道で行われた野外フェス、リンシングサンドックフェスティバル2010インエゾに、山下が出演した際、バックコーラスの一人として全曲に参加。同年12月4日、 10年ぶりの本格的なライブであるスーベニアアゲインの初日にピアノ弾き語りで命の歌を披露した。これは連続テレビ小説団団において主題的な意味を持つ重要な曲で作詞宮城作曲村松隆次ということになっているのであるが、実は宮城は竹内のペンネームであるということをその場で明かした。2012年4月6日、 結婚30周年を迎えた同年9月2日、スイートラブシャワー2012に、山下が出演した際、スペシャルゲストとして登場し、家に帰ろう、元気を出してお披露した。2013年には、出身地の出雲市からの依頼を受け、出雲大社の60年に一度の大仙宮が、採用されるこの年に、故郷への思いを歌った楽曲、愛しき我が出雲を書き下ろし、 同年8月に提供した。出雲の市民コーラス隊とと共に、地元でレコーディングした4日には、デビュー35周年の記念企画として、アン・ルイス、リンダ、河井直子、喧嘩をやめて、中森明駅など、他のアーティストへの提供楽曲を集めた2枚組、コンピレーションアルバム、マリアズ・ソングブックを発売。自ら監修、選曲を手掛け、楽曲解説も自ら執筆。 初回限定版には、自身が歌った、提供楽曲のデモバージョンなどのレア音源も収録された。2014年、7月デビュー35周年、アニバーサリーアーを飾るシングル、静かな伝説リリース。竹内自身の発案で、桑田圭介、原優子をコーラスに迎え、山下達郎も加えた4人での楽曲制作が、総合以来26年ぶりに実現した。同年9月、 7年ぶりのアルバム、トラッドをリリース。オリコンチャート2週連続で1位獲得。第56回日本レコード大賞、最優秀アルバム賞を受賞した。また、同年11月から12月にかけて1981年以来33年ぶりに、6都市級公演の全国ツアーも行った。同年11月19日、ムーン遺跡後最初のアルバムである、 バラエティの30周年記念版をリリースした。2015年3月、出雲市から特別功労者として表彰を受けた。市に楽曲、愛しき我が出雲を提供するなどしたことで地域への愛着情勢に貢献した功績による受賞であった。同年5月、第6回、岩谷時子賞を受賞。2016年2月、嵐のニューシングル、復活ラブの作詞を手掛けた。 作曲、編曲は、山下達郎。同年4月、テレビ、東京系列経済ニュース番組、ワールドビジネスサテライトのエンディングテーマ、今日の思いを書き下ろした。2017年7月15日には、第三者の手で YouTube に80年代の曲、プラスチックラブがアップロードされ、作品リリースのない海外でも視聴され始めた。同年11月22日には、 リクエストの30周年記念版をリリースしている。2018年デビュー40周年を迎えた。この年、上述したプラスチックラブの動画再生回数が2400万回以上という驚異的な伸びを見せ大きな話題となった。2010年代初頭に始まったベーパーウェーブが数多くサンプリングしたことで、かつて日本で大流行しながら、 欧米に輸出されなかったために国際的にはほぼ無名であったシティポップなる音楽ジャンルが少しずつ海外に知られることとなり加えて知ったからにはと世界中どこからでもボーダーレスで簡単にアクセスできる動画共有サービスを使って熱心に掘り起こされる過去作の中からプラスチックラブと竹内が見出され一躍脚光を浴びることになったそれがこのブームの本流の動きであった 王子の竹内はシティポップの第一人者というわけではなかったが、2017年発のブームの下ではかかる音楽ジャンルを代表する楽曲及び人物と捉えられるまでになった。火付け役となった YouTube には数多くのシティポップ集がアップロードされるが、プラスチックラブと竹内マリアはその種のコンピレーションでは定番中の定番となった。同年10月17日には、 デビュー40周年を記念してシングル小さな願い今を生きようをリリースし11月18日には初のファンミーティングを開催した11月21日からはデビューアルバムビギニングの40周年記念リマスター版が発売されたことを皮切りに RCA RVC 時代のカタログが最新リマスターとボーナストラック付きで順次発売された 11月23日からデビュー40周年を記念して制作されたライブドキュメンタリー映画スーベニアザムービーマリア・タケウチシアターライブが期間限定で全国ロード賞2019年3月芸術編賞文部科学大臣賞を受賞同月デビュー40周年記念特番タケウチ・マリア・ミュージック・ライフ40年をめぐる旅が NHK 総合で放送される。39年ぶりに NHK スタジオにて歌唱。ウォルトディズニーピクチャーズ映画、ダンボにて、日本版、エンディングソング、ベイビーマイを歌唱。同年5月、関ジャム完全、年賞にて、竹内マリア特集が、オンエア。前年公開された、映画、ツーベニアザムービー、マリア竹内シアターライブがアンコール上映される。 同2019年9月40周年記念アルバムターンテーブルをリリース。オリコンチャート1位を記録し、これにより昭和、平成、令和3時代で1位を獲得した初の女性アーティストとなると同時に女性最年長1位獲得アーティストとなった。10月、映画最高の人生の見つけ方主題歌旅の続きを書き下ろし、シングルリリースする。11月、 第61回輝く。日本レコード大賞にて特別賞を受賞。12月31日には NHK 紅白歌合戦の特別企画、竹内マリア第70回紅白、未来へつなぐ命のメッセージに出演し、命の歌を歌唱した。2020年1月1日発売の命の歌が13日付け、オリコン週間シングルランキングで第1位獲得。 64歳10ヶ月での1位獲得は、歴代最年長記録となった。これにより、カムフラージュ以来21年1ヶ月ぶりの1位、インターバル記録を樹立した。11月18日、初の映像作品、スーベニアザムービーマリア竹内シアターライブを、DVD、ブルーレイで発売。ディスク1には、デビュー40周年を記念して2018年11月に、 劇場公開され大ヒットしたライブドキュメンタリー映画スーベニア・ザ・ムービーマリア・竹内シアター・ライブをディスク2にはこれまでに制作されたほとんどのミュージックビデオと映画では未公開だったライブ映像を4曲収録。さらには山下達郎とのスペシャル対談やライブ写真を掲載した80ページのブックレットが封入されている。オリコン週間 DVD ランキング オリコン週間ブルーレイディスクランキングで共に初登場1位を獲得。音楽作品の DVD と BD を合計したミュージック DVD-BD ランキングでも合計売り上げ6.2万枚で初登場1位を獲得し3部門同時1位となった。初めての音楽映像作品でオリコンチャート3部門1位は史上4組目である。2021年1月22日。 前年11月に7年ぶりの全国アリーナツアー、ケンタッキーフライドチキンプレゼンツ、スーベニア2021を2021年4月から5月に全国6都市で、計1 3公演開催することを発表したが、新型コロナウイルス感染拡大と緊急事態宣言の再発令を受け、中止を発表。2月、アルバム、ターンテーブルとシングル、 旅の続きの応募抽選特典として2019年4月に計画されていた ZEP 東京でのライブが新型コロナ感染の影響で11月に延期となったが感染状況が収束の兆しを見せないことから無観客での配信ライブライブターンテーブルとして当選者約2000人を対象にミュージックスラッシュにて配信された 5月29日、2月に応募特典として配信されたライブターンテーブルのネット上での反響と全国アリーナツアーの中止を受け、初の有料ライブ動画配信ライブターンテーブルプラスを実施した。2月に配信した限定ライブ映像に2010から2014年のライブ映像を加え、動画配信20分前にはサンデーソングブック出張編として音声配信。 夫婦ダンプラスも実施され、音声とともに収録の様子の静止画が流された。プラットフォームはミュージックスラッシュ。6月11日から13日にアンコール配信が実施された。2000年に東京 FM&FM 大,大阪開局30周年記念イベントが日本武道館と大阪城ホールにて開催され、カンナとシングライクトーキングとともに 竹内本人も出演し、約18年ぶりに本格的なコンサートを開催した。公演は3番目の鳥として出演。約1時間半の公演時間で14曲を歌唱した。山下達郎もバックメンバーとして参加し、最後には2人のデュエット曲、LEDITBEME、e、も披露している。この模様は、スーベニールマリア、竹内ライブとしてアルバム化された。 これ以降も2007年10月13日に開催された小袋などが出演した野外ライブ風に吹かれてでシークレットゲストとしてサプライズ登場し元気を出してを松高子などの出演者と共に披露しまた長年の音楽仲間であるセンチメンタルシティロマンスのコンサートのサプライズゲストで持ち歌を披露するなど必ずしもライブに否定的ではなく 竹内本人も2009年以降のライブ活動に対して意欲を見せていた。また、同2008年12月5日に厚木市民文化会館で行われた夫、山下達郎のコンサートで、マリアのコンサートもこのメンバーでやるとの山下の発言があり、ライブへの本格復帰が期待されていたが、その年に実現することはなかった。その後、2010年8月29日に、 ゲスト出演したラジオ番組、山下達郎のサンデーソングブックと公式サイトにおいて12月3日4日の日本武道館と12月21日22日の大阪城ホールで10年ぶりの本格的ライブであるスーベニアアーゲインを行うと発表した。このコンサートのライブ音源の一部は前述した番組の2011年2月27日放送会で 夫婦砲弾番外編として披露されている。2014年には11月22日から12月21日にかけて33年ぶりとなる全国ツアースーベニア2014を全国6都市で9公演を行った。2018年にはデビュー40周年を記念して過去3度にわたって開催されたコンサートの模様を スーベニアザムービーマリア竹内シアターライブと題し、東映の配給で映画館上映された。2018年11月23日公開。上映時間94分。好評を博したことにより、2019年5月17日から2週間、全国8都市8劇場でアンコール上映された。加えて、同作品は内容などが評価され、 平成30年度芸術戦勝文部科学大臣賞を受賞した。また、アンコール上映の際は2012年に公開されて話題を呼んだ山下達郎の山下達郎シアターライブパフォーマンス1984から2012も同時アイコール上映された。出生名は竹内マリア。プロの音楽家としての名義はごく一部の例外を除き、 出生名と同じである。結婚後の本名は山下マリアであるが、公言されることは、ほとんどない。公言した例として挙げられるのは、TBS ラジオ、安住新一郎の日曜天国の2013年7月10日、放送会にゲスト出演した際のやりとりで、家庭での様子を尋ねられる場面で、安住新一郎から、食事は竹内マリアさんから、 と話を持ちかけられ、山下マリアですと答えている。アマチュア時代の名義は、竹内マリアであった。当時の音源は1978年に作品化されており、そこでは当時の名義が用いられている。白沙恵美のセカンドシングル、君のそばに、ソングフォーラッキーではマコ名義で作詞している。この曲は別の歌手に提供するために作曲を、 担当した杉真理と共作したもので、しかし使われることなくお蔵入りしていたのを白鞘屋が気に入ってシングル化したという経緯がある。マコという名前は留学していたアメリカの公立高校でのニックネームと同じである。NHK 連続テレビ小説、だん,だんの劇中華、命の歌は放映開始時点でなかった歌詞が途中回からつくようになった。その作詞は、 この番組の主題歌とナレーションを担当していた竹内マリアが宮雅名義で書いたものであった。この事実は2010年12月4日のライブで明かされている。2014年におけるワーナーミュージックジャパンの竹内マリアスペシャルサイトでは作曲の際はピアノまたはキーボードを使うと言っている。しかし実際のところピアノは滅多に使わないらしい。夫、山下達郎は 自宅の地下に専用の音楽室を持っていて、そこで曲作りをするが、竹内にそういったものはなく、大抵はダイニングテーブルの上でミニキーボードを使って作る。シングル曲、色、ホワイトブレンドを書いた時は、まだ娘が赤ちゃんだったので、寝かしつけた後で起こさないよう洗面所あたりへ移動しては小さな音で作っていたが、すぐに目を覚ましてしまうため、行ったり来たりを繰り返していたという。 しかし、曲が書けなくなると、子育てや、主婦業に逃げ、子育てや、主婦業で煮詰まると曲作りに逃げることができたため、うまく、バランスが取れていって楽しかったと振り返る。シンガーソング専業主婦とも呼ばれるようになったのは、夫の山下達郎が、そのように名付けたからで、主婦業をこなしつつ在宅のまま音楽活動を続けていたことによる。しかし、竹内自身は、 シンガーソング、兼業主婦でしょと笑って反論する。竹内は在宅のままでの主婦と音楽活動の兼業によって作家的視点が養われたと語っている。音楽的な原点は、1960年代のニール・セダカやデル・シャノンなどの欧米ポップスの作品を、広田美恵子や坂本九、ザ・ピーナッツなど日本人歌手が訳視して歌っていたオールディーズである。 しかし、何と言っても、人生で最も大きな影響を受けたのは、ビートルズであった。1984年発売のアルバム、バラエティの収録曲で、シングルカットもされた、マージービートで歌わせては、彼らへの思いを表した、オマージュソングになっており、少女だったあの頃は話している言葉もわからないのに、夢中で追いかけていたと歌っている。また、大学時代には、 ジェームズ・テイラーなどのシンガーソングライター、ウェスト・コーストロック、ザ・バンド、ニール・ヤングなどを好んで聴いていた。結婚後にライブをやらなかった理由については、当時は基本的に子育てや家庭を優先するためと語っており、夫、山下達郎から制限を受けていたり、遠慮、気遣いがあってのことではないと明言している。実際、子育てが落ち着いた2000年以降には、スーベニア、 スーベニアアゲイン、スーベニア2014と銘打ったライブを行っている。1979年10月2日放送のフジテレビ系特別番組第17回オールスター紅白大運動会に RCA レーベルの代表の一人として借り出された時は出るからには精一杯頑張って走り高飛びで第2位になったものの帰宅して冷静になってから VTR で振り返っていると 一日何も歌わせてもらえずに私は何をしていたんだろうとひどく悲しい気持ちになったという。また、1980年7月21日に発売される5作目のシングル曲、二人のバカンスを歌う予定で日本テレビ系のバラエティ番組 t v ジョッキーに出演した竹内は大口コンテストというコーナーで甘熱希望を使って一般人男性の口の中に 大量のところ点を押し出す役を急遽させられる。男の子の口の中にところ点を押し込みながら、私、何してるんだろう。私の人生、こんなことでいいのだろうか。と疑問が湧き上がってきたという。やや冗談めかしてではあるが、この頃の思いがトラウマになっていて、何十年経ってもバラエティ番組には出演できないと語る。ミニスカートとタイツで、 アイススケートをする私の撮影や、お部屋でトーストをかじる私のグラビア撮影とか、そういった仕事にも、戸惑いばかりを抱いていた。音楽界の頼れる先輩であった山下にも、この件でよく相談に乗ってもらっていた。山下からも、その先に君が望むような未来はないと言われた。やがて竹内は、 テレビ番組への出演を段階的に減らしていったが、ふんぎりをつけることはできないで活動し続けていたところ、いつものように出かけようとしたある日の朝、急に涙が溢れてきて、そして声が出なくなってしまった。喉を痛めたとも言っており、とにかく入院する事態に陥ったことから、これを機に考えを切り替え、竹内は一旦芸能活動をリセットした。そうして、 結婚相手と決めた山下を支える伴侶としての自分を第一とし、楽曲は提供する側に回って自分に合ったペースで手掛けていくことにした。楽曲を提供する側になった竹内にとっては、アイドル的活動を通して経験した引きこもごもは大きな財産になった。作曲者及び音楽プロデューサーとしての竹内まりやには、アイドルへの深いシンパシーとリスペクトがあり、それが、 数々のヒット曲をアイドル歌手に提供できる素地になっている。当初、竹内にとっての山下は、順然とした音楽的活動をやらせてもらえない、自分のこれからを相談することができる、頼りがいのある先輩であった。さらに仕事と音楽に対する誠実さを知ることで、特別な存在へと変わっていった。アン・ルイスに提供するシングル曲、リンダを制作しているとき、 仕事が立て込んでいたにもかかわらず、合間を縫って一人徹夜で、多重コーラスに取り組んでくれていたのを目にしたときが、気持ちの切り替わった瞬間であったという。フジテレビ系の音楽番組、夜のヒットスタジオの1980年7月28日放送会に、シングル曲、二人のバカンスで出演した竹内は、歌唱後に、司会の吉村麻里と、井上淳に詰め寄られた。 すでに双方の親に報告していたし、隠す必要もなかったので、お付き合いしていますと答え、交際宣言をした。結婚に際して、山下からのプロポーズの言葉は、結婚しようかの一言くらいで、特別なことはなかったという。竹内は、夫のことを表立っては、達郎と呼んでいる。他に、砕けた場面では、達さんと呼ぶことも多い。これは、 常実したアン・ルイスが、リンガを制作していた時に呼び始めたもので、それを気に入って、竹内も使い出したのが始まりであった。東京 FM、山下達郎のサンデーソングブック、農業夫婦砲弾パート2で、夫婦共演した際、山下は、周りに人が多いと、たっさんになると分析してみせたが、竹内は特に法則はないと答えた。もっとも、家での呼び名は、全然違っていて、 それは秘密だという。少なくともタッチーではないとのこと。竹内の楽曲で山下が一番好きなのは純愛ラプソディだという。二人とも話すのが大好きな性格なので二人で家にいるときは音楽のことや雑多な日々の事柄などをついた地中喋っている。竹の屋は屋号で旅館の名前は竹の屋旅館という。 1877年の創業時からずっと現在の場所にある。竹内茂蔵は竹の屋の当主が代々襲名してきた名跡で、マリアの父親は四代目当主として四代目竹内茂蔵を名乗り、竹内が高校2年生になった年から大社長町長,長を15年に渡って務めた人物でもある。2014年発売のアルバムトラッドのディスクジャケットの写真は、 滝野ノや旅館の階段で撮影したものであり、今では現場に案内板が設置されている。館内には、縁の糸の曲名と歌詞及び、糸式和が、出雲の歌詞を表した書が展示されているが、これらは、母親の手になる達筆で、本格的な作品である。太字は、竹内まりや本人によるセルフカバーが発表されている楽曲を指す。デビュー直後は、数多くの音楽番組や、 その他様々なジャンルの番組に出演していたが、1981年に活動を一時休止した後は、メディア露出が非常に少なくなった。ただ、夫、山下達郎と異なり、テレビ番組やミュージックビデオでは顔を見せている。ありがとうございます。